広島大学附属福山中学校、高等学校は、広島県福山市春日町五丁目14番1号に、ある国立中学校、高等学校、中高一貫校、広島大学附属中学校、高等学校や近代附属福山などとの混同を避けるため、広大福山、福山附属、幸福などの略称が用いられる。広島大学の附属学校で、 全学の中学、高校教員免許取得希望者を対象とした教育実習を行っている。2015年度から文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールの指定を受けている。広島女子高等師範学校附属中学校、高等学校、広島青年師範学校附属中学校、高等学校が廃止され、1951年4月に、 広島大学附属福山中学校、翌1952年4月に広島大学附属福山高等学校が設立された。広島女校士附属中の前身となる1887年創立の山中高等女学校から数えると100年以上の歴史がある。1973年に福山市緑町から春日町に移転した。 創立以来主体的な取り組みで運営され、おおらかな校風が特徴である。自由、自主の理念は、学校活動のあらゆる場面で生かされ、1966年より、ベルやチャイムによる日課次元放置を廃止している。1962年、全国の国公立校で、初めて中高一貫教育を導入した。運営機構は部、係で構成されているが、それらは中。 中で分かれていない。教育研究において特になかだか一貫教育の研究が全体と強化で行われている。進度においても生徒の主体性を尊重した指導が行われている。進度先は全国の難関大学に及び広島大学の付属校であるにもかかわらず、広島大学よりも他大学へ進学するものが多い。交渉もシンボルカラーも瀬戸内海と風景。 気候が似た地中海のの古代イギリシャの文化から取られている中高一貫教育を実施しており、中学校1年から高等学校3年までを、それぞれ1年から6年と呼んでいる。中学校から入学したものは、中学卒業後原則全員が4年に連絡入学する。1から3年は、各3学級、約120名で、4年時に2学級分の高校からの、 入学生が加わり5学級、約200名となる。なお、高校入試では、男女関係なく、上位80名が合格なので、男女比は、各学年でまちまちとなる。全生徒数は年により変わるが970名、程度である。HR の教室は1.2年生が B 棟、B 旨、3.4年生が C 棟、C 旨、5.6年生が、A 旨となっていて、施設。 設備の利用も中高の区別はない。教官も中高一体で運営されている。現在では中学校は国語、算数、理科、社会の4科目。高等学校は国語、英語、数学、理科、社会の5科目による入学試験が例年2月の初めに行われている。中学入試では伝統的に 第一次選考合格者対象の第二次選考として抽選が行われていたが2007年度より廃止され代わりに第二次選考として作文による選考が行われたその作文による選考も2013年度より行われていない抽選の倍率は約1.5から2倍であった抽選は文部省の指導の下行われており投稿教官の中にも反対意見があった 国会でも付属福山の抽選廃止の是非が問われたことがあったが、当時の文部科学省は譲らなかった。多くの部で兼部が可能である。各クラブへの参加は任意である。広大付属福山中、高等学校は、戦前から戦後にかけての様々な学校の流れを組みながらできている。ありがとうございます。